勝じゃないですか。いやいやいや、アリさんいつも圧勝じゃないですか。いや。面白い。チェリー。チェリーを最高ですね。5点じゃない、60回チェリー。いやー、これすごい微妙になりましたね。そうですね。だって花火で帰りに20分の1でしょ。はい。1200ゲームか。まあ2時間。チェリーが出やすい中。サンダーだ、ね。うん。これ要はこれをどっちにするかですよね、まずはね。いや僕なんかもっとひどいの引きさなきするから僕がやろうかなこれ、うん、僕がやります、はい、チェリーを、20回え違う、60回引くまで、うん、今度はガーリーさんです、はい、1区2回にしてね。ふざけんな、そんなの絶対ダメだぞ絶対ダメだぞ。3枚8000枚ぐらいになって、お3枚だ。本当だ。3枚は、出た数字かける100で100枚でしたっけ。100か、そうですね。この間までやりました。はい、2として2、200枚で、あ2、200枚、200枚、200枚、よし、それはじり、これはきついぞ。この間の仕返しだ、これは無理だ。そうですね、3枚、1000枚お願いしますよ。これは無理だ。またカメラだな先に読まないでさあ、というわけで今回は、私わさびが、チェリーを60回引くまで何かしらを打つ、そして、ガリゾーさんが、サマイスが1000枚浮くまで何かしらを打つということですね。連チャン狙いですね。うん、それしかないですよ。うん、まあそうですよね、はい、ということで行っていきたいと思います。頑張ります。わさびさんはチェリー確率が10分の1ぐらいの台を打てば黙ってても1時間でクリアしちゃうから、私はだから1時間以内にどうやって1000枚出すかってことを考えなきゃいけない。機種で言ったらサンダーとかなんだけど、このお店サンダーないんですよ。私が知る限りおそらくニューパルは10分の1ほどでチェリーが出るので、チェリー優先の子役が成立するので SP3 でってなれば600ゲームで勝負は早いがついちゃうから、前にもこのお店でやったあれ狙いですよ。あとね、私ここのお店でね、一つ分かったことがあったんです。前にも来たことはあって、でもその時には気づかなかったんだけど、あれからさらにねデータを精査すると、どうやらね6のつく日はね夏日系やってることが結構あるらしいんですよ、データを追っていくと。で今日6のつく日なんですよね。なのでその辺も加味して朝1台を狙っていけたらいいかなと考えております。とりあえず勝ち確なんで、いやよっぽどのことがない限り勝ち確なんで、どうしたもんですかね。ちょっとリセット狙いとかしてプラス期待値も稼いでからさらにっていう手もありますよね。どうしたもんかちょっと悩んでおります。おはようございます。ユーレカが2台並んでて、2台ともリセなので KCC KKC で、後でやります。一応他のリセも確認します。特備はやっぱり全リセなのかなですね。今のところどれ見てもガンプ消えてるので、よし、まずは1000枚達成のために KKC。 まあガリさんが3枚1000枚なんで、もし1000円で当たってなんかこう連チャンする台でなんかババッと1000枚出たとしても、1000枚出してる間に僕終わるんじゃないかなとも思うんですよね。リセットされてますね。南国のリセット1台やってからニューパル行っても勝てると思うんですよね。どうしようかな。ちなみに一応見ておこうか。まあいいかな、もう南国のリセットはやめようかな。がつきな感じになるし、どこだろう。
SP3 だと何分の1だっけ、6分の1ぐらいか。子役合算でだもんね。でもね、ただほぼ負けるんすよね。うん、それだけ。まあでも勝負に勝つことの方が大事だもんね、この番組の場合は。終始面じゃなくて。チェリー優先合成で、10分の1ぐらいです。チェリーか。じゃあ南国やったからでもいいかな。そうするといい勝負になるかもしれないよね。ガリさんは南国やればいいのにな。3枚1000枚ならね、これが一番早いと思うんですけど。まあでもいいか、南国は。ニューパルスはやります。うん、もし終わって空いてたらやります。多分空いてないと思います。あの人は全部やると思います。はい、例によって、KKC、コンパクカウントチャンス中の中段チェリーを引けばもう私の勝ちなので、おそらくこれが一番得策かと。でここでコンパクカウントチャンスに入ると、ここで中段チェリーを引けばもう勝ちで、中段チェリーはね5000分の1ぐらいで割と現実的なんですよ。ここで中段チェリー引けばハイエボンモードっていうね、順増がとても早い、うわ惜しいもう一回コンパクトちゃんと入ります。レア役引くと、コンパクトカウントチャンスをもう一回もらえるんですよね。ここでコンパクトカウントチャンス入れて中段チェリーを止める。あるよ、うん、私今までコンパクトカウントチャンス中の中段チェリー2回引いたことあるけど、演出なかったんだよな、ピヨンピヨンっていう2回とも。移動します。こっちでもコンパクカウントチャンス中のこの次からですね。はい、上段にバーがピタッとピタッピタッ、上段にバーがピタッと、バーチェリースイカがピタッ、バーチェリースイカがピタッと止まるイメージ。ピタッとビタッとビタッとビタッ、ダメダメ。だってプラス1000枚でしょってなったらね、もうこっからは設定狙いするしかないよ。6で手堅く1000枚拾える機種ってなったらね、うわーやっぱりたどり着いたえ、南国前立さらかやった方がいいですよ。1000枚なら一番早いですよそっか1時間で終わっちゃいますよ。はい、ですよね、うん、それもさっき話しました。多分ここにたどり着くんだろうなって。そう、もしデラックス過ぎだったら30分で終わってましたよ。あ、そうですよね、うん、ちょっと考えます、うん、でも私ね、南国打ったことないんですよね。打ったことない機種をこういう映像でパチスロの勝ち方を伝えるスキルしかないものが打つ意味があるのかと考えると、いやー困った。さあ、というわけでニューパルサー SP3 をやっていきたいと思います。子役のバスさんはいくつだっけ、6点数分の1から7分の1 7点数分の1ぐらいなんですけど、まあその中でもこのニューパルサー SP3 は、チェリーと他の子役の合算なんですけど、
どこを狙っても何かしら取れるんですが、どの子役が一番優先されて引き込むかっていうのがちょっとしたね仕掛けがあります。だ例えばチェリーを、チェリーのフラグが立っているときに左リールにバー付近を押すとチェリーがないので、そうするとオレンジが代わりに揃うんですね。でもそうすると今日の僕のあのお題であるチェリー合算60回っていうのには、ちょっと回数が正確に数えられなくなってしまうということになるので、僕はチェリーを引き込める範囲をしたいと思います。チェリーを引き込める範囲をしているのに揃うベルやオレンジはその揃い系が、優先されているという役と、だから同じ払い出し枚数で全部どれも引き込みますよっていう風になって適当に打っても大丈夫ですよって、あ、当たっちゃったっていうことになってはいるんだけど、ボーナス子役引く前にボーナス当たったんだ、これ多分レギュラーかな、順押しだと当たりです、ハサミじゃダメ、レギュラーですね。16ゲームこれダメ子役引く前に当たったんだけど、16ゲーム間子役が1回も出ないっていうのもちょっと気持ち悪い感じでしたね。まあまあいいでしょう、そのぐらいのことはあるでしょう。そうで、あのチェリーを引き込める範囲で押してるのにベルが揃う、オレンジが揃う、これですね、これはチェリーにカウントできないんですよね。チェリーのとこ押しててもオレンジ優先っていう形になってるんですけど、あそこで、ベルが揃うかのこともあるんですね。ベルはでも中リールも狙わないと、ベルがないところがあるんで揃わないんですけど、でベルが揃うときにはずのときにもし中リール狙ってないと代わりにオレンジが揃います。だ揃いにくい順で言う と、ベル、オレンジ、チェリーの順番なんですよね。でそのベルが揃うフラグに設定差があるので、まあ、その設定差を見抜きたい人は、まあ要カウントってことになりますね。全然チェリー出ないの。設定は意識しないからね、あの別にいいんですけど、でもそれでもこんだけ出ないとちょっとさすがに やめたくなりますね。早いけどめちゃくちゃ出ねえな。開始から40ゲーム近く1回も出てないってどういうこと。そういえば何をモードとか選んでなかったけどノーマルになってましたね。すごいな、45ゲーム間チェリーゼロ、こんなこともあるんだね。まあ設定はきっと1なんだろうなとは思うよ、もうこんなになっちゃうと。絆にもね6使う店なんですよ。しかも今日特日でしょ。でね、ちょっと絆の島で唯一今動いてるこの当たってる台、角にのちょっと取ってください。昨日一昨日と合わせてね、どっちも当たってない台でしょ。一番他はね、昨日当たってたり一昨日当たってたりしてるんですよね。でファンキー2の島も見てください。ファンキー2が4台あるんだけど、昨日今唯一右から2番目が動いてるんだけど、昨日一昨日合わせて一番当たってない台でしょ、この角2が。これは前に来た時にね分かったことなんですよ。そういう狙い方をすると積もりやすいっていうお店なんですよ。その上でじゃあ1000枚をどうやって6まで見えるお店の中、例えばねこのスーミランの島だとここになるわけですよなので一回これを台取りつつ、台取りつつもう一個最近分かったことで、末尾寄せもあるんですよね。でここのお店はね、末尾寄せがね、もうちょっと詳しく調べたんだけど、末尾寄せがねただ末尾だけじゃなくて末尾ゾロ目の寄せることもあるんですよ。だから多分あの角台の人は44、末尾44番を打ってると思うんだけど、で今初当たりが軽かったり、あとは
食いつきが良かったりする末尾がどれなのかと見るわけですよ。今のところね、食いつきがいいのは7番松で鳴った7番、普通の上げ狙いも有効っぽい。末尾やってる人やってない日があるんだよな、それが難しい。今日は純粋な上げ狙いでいいんじゃないかな、見た感じ。じゃあ私のこの数ミラでいいんじゃない、多分それですよね。うん、よし行こう。アリさんが何打つか物色してるけど、早く適当にでもいいから打たないと終わんねえぞ。適当には打たないからね、アリさんはね。いやいや、そっちはねえんだって。何なんだよこれ。あ、やっと出た。でもこのチェリーはね、重複の可能性もあるので、まあ、そういう意味でもダブルで楽しいですよね、うん、14万円まあ一緒ですね。オレンジで払い出してもベルで払い出しても。でベルを取る打ち方としては、ベルの設定差のあるベルの部分を見抜く打ち方としては、ここ枠上かに変えるかなのをしといて、でこの形枠上にボーナスが止まった時に中に変える狙って右適当にすれば分かります。ただ上段に押しちゃうと、もうその時点でチェリー変換されるんで分かんなくなりますね。チェリー変換かオレンジ変換される、オレンジ変換されるのかな。まあ散々パラあれだな、この台は本当一時導入から1ヶ月ぐらいかな、しこたま打ってたけど、まあ、その時はずっと高設定を積もれる店で打ってたんで、こんな感じなのかな普通は。これでね、あ、間違えた、これで読み込むと過去何日間もの小屋確率とかも全部見れるんですよ。でも怖いからやめときます。現実を見そうで怖いんで、今日はもう1だと思って打とう、でもひょっとしたらなぐらいの気持ちで打とう。ああそっちはないんだよ、なんでオレンジ色が多いんだよ、おかしいだろう。だからチェリーが出てほしいの。当たった、80ゲームレギュラー追加1000円ですね。では急いで回していきます。カックンするかな、しない、確か1ゲーム回さない店じゃなかったっけ。カックンしなかっただよ、打ち続けるのが嫌だな。じゃあ同じような狙い方で5号機アイム、一応カックンチェックすでにされてるかどうかを2ベッドで回してみますわ。1ゲーム回ればもうすでにガクンジャックされている、回らなければされていない。その上で、でもこれね、アイム育成いいだからね、分かりにくいんですよね、よく見てないと。あ、来たな、来たな、よし、これでいこう。しかも1ベッド回らない、1ゲーム回ってないし、よし、やっと勝負できる台を見つけた。いきます。ただな、ビッグ3発でも届かないんだよな、プラス1000枚には。でも私が普段通りの勝ち方のスキルをもってして、このプラス1000枚っていう勝負に挑むとするんであれば、
これが今のところ一番考えうる理想形じゃないかな。朝一の食いつきとかから今日の狙い方を判断して、やっぱり普段通りの王道の上げ狙いが有効臭いとならば、スーミラや、アイムで、変更チェックして、スーミラはガックンせず、こっちのアイムはガックンしたとならば、ここで勝負っていう流れが一番理想なのかなと。よいしょ、50ゲーム単独の化け、そうだ、化けがあった、忘れてたわ。投資が4000円なので184枚投資なので1184枚。おう、9ゲームチェリー重複の、チェリー重複のバック、そうだ、だね、本当は何でもいいから払い出したら合算でカウントすればいいんで、カウントしたら非常に楽だし、かつ別にカウントしなくても、さっき言ったね、この QR コードで今日の分ももちろん見れるんで、本当はこれいらないんですよね。だけどこの QR で読み込むデータだと子役合算になっちゃうんで、僕が今望んでいるチェリーだけって部分は分からないんですよね、どのぐらいなのか。別にそれでも大体10分の1だから600回せばいいですよって言うんだったらそれでもいいんだけど、一応カウントしなきゃいけないと思うんで、今回はカウントしてます、チェリーだけの分で。チェリー重複の期待があるって言ったけど、チェリー重複の時に、同一ビッグ絵柄をもし狙、チェリーが寝てる時に狙っちゃうと、子役を何だろうの払い出しを優先せずにボーナスが揃っちゃって10枚損するんで、チェリーが出てる時はボーナス図柄をあえて外した方がいいですね。まあまあ、しょっちゅうチェリー出るから手が止まんないこともザラなんですけど、でも一応そうした方がいい、できる限り。特にまあ一応角チェリーが出た場合、まあ後ろによるんだけど、角チェリーが出た場合の方がボーナス期待度が高いんで、角チェリーの時の方が注意かな。まあ中にはチェリーチョークが確定してるする第2停止までの出目もあるので、まあ、そういう時は特に注意ですね。もう絶対に揃ってしまう、まあ、レギュラーだったら揃わないんだが、当たった、また出て34ゲームまたレギュラーじゃねえのこの白バーだと。あ、ビッグ、あ、これリプレイマンだよ、まだ、あ、ビッグだった。え、赤なんだけど、いきなりこんなに子役出ないのに結構設定差あるんだよね。レギュラー2回引いたこと考えてもいい台かもしれないねって思っちゃうよね。いやいやいや、ビクチャーの背景は技術会に1回やった時にバー変える適当ってやると、あ、バー変えるで、まあ、ベルか、ベル揃いが出るんですけど、それでこう1回やるとこがつくんですね。それと同時にこの背景の色が変わる。まあ、コイントロフィーが出ることもあるんだけど、トロフィーも色によっていろいろですね。虹が出ると六角だ。この間収録で虹3回出て 500枚しか動かなかった終日閉店まで打って、そんなもんっすよ、せっかく6打っても。さあ、ビッグ1回引けて助かったぞ。こっからコイン持ちが良ければ600ゲーム耐えきれるかもしれんぞ。まあでも設定がいい可能性も若干出てきましたからね、どうなんでしょうか。単独のビッグプッシュ、ボイセンなし、チェリー重複レギュラーじゃ届かんのよ。子役が走り出してる、
当たった。これリプレイ、これ止まってるからね。このリプレイ止まったら2角、こういう時に、外しといた方がいいよっていう。え、赤、何これ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、第1第2金曜配信、サイトセブンカップ最新大会、第3金曜配信、ガリゾート遊びの川崎未公開シーン、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。